はい、ということで、GU の990円の A ラインワンピース着こなし、私流、我流なんですけど、をの着こなし方を動画にしてみました。難しいですよね、こう何を合わせていいのかなっていうのが。私もそうなんですけど、それは常に思っていて、いろんな方の写真なんかを拝見しながら見てやってるんですけど、いざ自分に合わせてみると合わないなっていう場合もあるので、それはそれぞれちょっと研究してみてください。自分の中でちょっとこれはっていう着方が あるんですけど、それは足にフィットするスキニーパンツでもないけど、実は持ってるんですけど、買っては持ってるんだけど、なんだろう、何パンツ990円で買って、黒なんですけど、このワンピースとかに合うかなって思って買ったけど、なんかちょっと地味な印象になってしまう。若い子が着ると可愛いのかもしれない。若い方がそういう着こなしをすると可愛いかなって思うんだけど、レギンス、そうだ、レギンスパンツ、レギンスパンツがね、どうもこう50代とか、以上になってくると、もうなんか定番じゃないですか。それがなんか無難な感じがするじゃないですか。そしてどうも地味な気がするんですよね。ただ合わせ方によっては、この黒に黒とか、白に黒とか、黒に白とか、それだったら可愛い時もあるし、合わせ方ですよね。それにスニーカーとか合わせたりとか、ちょっと難しいなとも思うんだけど、それでもまあそうですね。なので私の中でそれはないかな。アンクル丈のスキニーデニムパンツもギリなんですよ。あんまり合わせたくないんです、本当は。だけど、まあ、寒いうちはね、合わせたりはしてたんですけど、これから夏に向かって暑くなるから、そういう場合は足首を出したような着こなしにしていこうと思っています、はい、ただこれはね、私の考えなのでね、いろいろね、自分なりに見て、せっかくね、何着も色違い買ったから、これからちょっと着ていこうかなと思います。ただこうちょっと生地が厚いというかね、真夏向けでもないような、こう初夏とか秋口とか、まあ暑いど真ん中の時はちょっと暑いかもしれない。で、黒とかだったら結構熱吸収しちゃうから、太陽浴びたら暑いと思うかな。だからなんとなく今日はそんなに暑くないなとか、そういう感じの時に今合わせてます、まあ、店内はエアコンが効いてるから、うちはね、だからそんなに仕事中は暑くないけど、これでちょっとお出かけってなった時はちょっと暑いかなっていうような生地具合です。ただ二の腕も隠れるし、 A ラインだから、そうだな、涼しいのは涼しいかな。こうゆったりもしてるしね。私は L サイズを買ってますけど、だから丈感も身長164センチで L サイズで、もう体型はもうおばちゃん太りですよ。はい、その体型なんですけど、写真の通りあのような感じです、はい、ということで、はい、よかったら参考にしてみてください、はい、GU のピアスです。、はい、ということで、今回の動画が何かの役に立ちましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。外なので恥ずかしい。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。誰も見てなかった。またねー。